原色とは、混合することで、あらゆる種類の色を生み出せる、互いに独立な色の組み合わせのこと。互いに独立な色とは、例えば原色が3つの場合、2つの色をどのような割合で混ぜても残る3つ目の色を作ることができないという意味である。人間の目においては、原色は3つの色の組み合わせであることが多い。例えば、テレビモニターや照明などで異なる、 色の光を重ねて新たな色を作る、花方混合の三原色は、通常赤、緑、青の三色である。また、絵の具を混ぜたり、カラー印刷で、色インクを平置するときに行われる、原稿混合の場合の三原色は、シアンマゼンタイエローの三色である。原色とされる色の選択は、基本的には、C 的なものである。花方混合の三原色に使う赤、 緑、青も多様であり、表現のしやすさなどを考えに入れて様々な基準が定められている。また例えば、ルミエール兄弟が開発した初期のカラー写真、オートクロームでは、赤、緑、青の他に大々、緑、紫の組み合わせも使われた。レーザーの放つ単色光網膜の断面。左が、網膜表面。右に、光の強弱を認識する。 肝体細胞と特定の波長の光を認識する水体細胞がある人間の水体細胞と肝体細胞が含む死物質の吸収スペクトル原色は電磁波の本質的な要素ではない。原色は生物の目が可視光線に対して起こす生理学的反応と結びつけられている。レーザー光のような端子機構は別として天然光や照明などの光は あらゆる波長の放射エネルギーが合成されており、連続的なスペクトルを持つ。その刺激地空間は無限次元にわたるが、人間の目はこれを次のような受容の仕方によって三次元の情報として処理している。人間の目の奥の網膜には一面に光、受容細胞があるが、光量が十分な場合は三種類からなる、水体細胞が反応する。水体細胞には、 超波長に反応する赤水体、中波長に反応する緑水体、単波長に反応する青水体の3種類があり、それぞれの波長に最も反応するタンパク質を含む。これらが可視光線を感受することで信号が視神経を経由して大脳の四角連合野に入り、ここで赤、緑、青の3種類の水体からの情報の相対比や位置を分析し、 色を認識している。人間など3種類の色覚受容体を持つ生物の色覚は3色型色覚と呼ばれる。これらの種の生物は光刺激を3種類の衰退で受け止め3次元の感覚情報として処理し、あらゆる光の色を3つの原色の混合比として捉える。色覚受容体の種類の数が違う生物は異なる数の原色によって色を感じている。 例えば四色型色覚を持つ生物には四種類の色覚需要体があり、四原色の組み合わせで色を認識している。人間は波長800ナノメートルから400ナノメートルの範囲までしか見ることができないが、四色型色覚の生物は波長300ナノメートルの紫外線まで見ることができ、四番目の原色はこの短波長の範囲にあると考えられる。鳥類や 有体類の多くは四色型四季核を持つが、人間でも女性の中には四色型四季核を持つ人もいる。X 染色体にある赤水体と緑水体の遺伝子は時として変異により赤、緑のハイブリッドの水体細胞を作ってしまい、四季核障害を起こすことがあるが、女性の場合は X 染色体が2つあるため、1つの X 染色体でこのような変異が起こってももう、 一方で正常な赤水体と緑水体が作られれば赤、緑、青の他に超波長の範囲にもう一つの原色を認識することになる。人間の色覚受容体が反応する波長は個々人においても多様であり、色覚の正常な人の間でも微妙な色覚の差として現れる。人間以外の生物の場合、こうした多様性の幅は大きいが、 ここの生物はそれに適合していると考えられる。霊長類以外の哺乳類のほとんどは、緑と青の2種類の色覚受容体しか持たないため、二色型色覚であり、原色は2色しかない。一方、16原色と6種の変更を捉えられる、車庫のような例も確認されている。大多数の人間の持つ三色型色覚以外の生物の見る世界は、色が狂って見える。 と考えるのは誤りと言える。そのように生まれた生物にとっては、それが普通な世界の色であり、そうした生物が色を知覚する能力は、人間の色覚の能力とは種類が違うであろう。また人間にとって自然な色に見えるものは、他の生物たちにとっても自然に見える。しかし三原色の光を使って人工的に再現した色を見る場合、 人間にとっては自然な色に見えても他の生物にとっては自然な色には見えない。つまり原色を使って色を再現するときには再現するものの色覚のシステムに依存した再現がなされる。下方混合色度図上の SRGB カラートライアングル。パソコンのディスプレイで正確に表示されるのはこの三角形の範囲内。CIE が1931年に定めた。 RGB カラートライアングル。色を表現する媒体のうち、様々な色の発光体を組み合わせて見るものの方へ放つことで、色刺激を起こすものは、下方混合を使用して色を作っている。この場合、典型的に使われる原色は、赤緑青の3色である。白色の光を合成するための波長を、光の3原色や、 色光の三原色といい、下記の三色を用いる。テレビほかディスプレイ類は、この三原色からなる RGB を用いて様々な色を下方混合で作る代表的な例である。原色として用いられる三色は、幅広い色を表現するために、色度図上で可能な限り大きなカラートライアングルを描ける色相、純度の色であり、 蛍光体や輪光体の手に入りやすさも加味して選ばれている。ITUR の韓国 BT-709 から2で定められた SRGB はその例である。赤と緑の光を重ねて投影すると黄色、大々色、茶色の影ができる。緑と青の光を重ねるとシアンの影が、赤と青の光を重ねると紫とマゼンタの影ができる。 三つの原色を等しい割合で重ねると、灰色及び白色の影ができる。こうして生成される色空間を RGB 色空間という。国際照明委員会は1931年に定めた c i e 標準標色系は、単色の原色の定義にあたりその波長を435.8ナノメートル、546.1ナノメートル、700ナノメートルとした。 カラートライアングルの拡張点は色と図に描かれた馬底形の曲線上に置かれ可能な限りの大きさを実現している。しかしこのトライアングルにある赤と紫の限界の波長を現行のディスプレイで表現するには発光効率が非常に低くなるためこの三原色を実際に使うディスプレイ類はない。色を表現する媒体のうち 色や光を反射して見るものに色刺激を起こすものは、原方混合を使用して色を作っている。物体の表面を特定の色にするために、インク等を塗る場合、元の光を遮る形で色を作る。その合成の元になる基本色は一般に、色の三原色や色料の三原色などと言われ、下記の三色を用いる。この三色を合成して着色された物体の表面は、 光の三原色の場合と反対に黒色になる。なお、下方混合の三原色も、それによって作り出されている光も、色なので、明確に区別したいときは、色量の三原色と表現する。絵の具の三原色は、色量の中でも絵の具は一般に広く知られているので、分かりやすさに重点を置きたい場合に適する。しかし実際には、原法混合が適用できる。 色の材料は絵の具に限らないので、それを強調する際に、色料の三原色が使われる。かつて使われていた、標準的なライブ色相関。赤、黄色、青を等間隔に置き、さらに虹色である紫、大色、緑を等間隔に置いていた。RGB 色相関。赤、緑、青を等間隔に置き、さらに虹色のシアンマーゼンタ、黄色を等間隔に置く。 ライブはかつての原宝混合における三原色であり、近代の科学的な色彩理論に先立つものである。美術及び美術教育において使われ、特に絵画では盛んに使われた。ライブは標準的な色相関の中で正三角形をなす。またこの三原色を混ぜ合わせてできる虹色がもう一つの三角形をなす。 特定の色相感の中で等距離にある三色が色の三角形をなすが、視覚的に均等に配された色相感の中ではライブもボグも等距離にはならない。ライブ色相感においては、これらが等距離になるように色相感が作られていた。画家たちは長年パレットの上に三つ以上の原色の絵の具を置いて色を混ぜていた。例えば赤、黄色、青、そして緑が 4つの原色とされた。この4色は現在でも心理的な原色として認知されているが、赤、黄色、青が3つの心理的な原色として挙げられ、白と黒が第4、第5の原色に加えられることもある。17世紀後半にアイザック・ニュートンがプリズムにより太陽光を分光させてスペクトルを取り出す実験を行ったが、18世紀の 色彩理論の専門家たちはこれを意識して赤、黄色、青を三原色と考えた。これらは基本的な感覚の性質と推定され、すべての物理的な色についての感覚や、顔料や染料の物理的な混合の中には、この三色が混ざっていると考えられた。しかし、赤、黄色、青の三色の混合では、 他のすべての色を作ることはできないという多くの反証があったにもかかわらずこの理論はドグマと化し今日にまでこの考えは残っている赤、黄色、青の三色を原色として使った場合の色域は比較的小さなものとなり中でも鮮やかな緑、シアンマゼンタを作ることが困難という問題があったこれは近覚的に均等に配された色相関においては赤、黄色、青は 感覚が偏っていることが原因であった。こうしたことから、今日の三色印刷、四色印刷やカラー写真では、シアン・マゼンタ・イエローが、色の三原色として使用される。絵画においては、色の合成方法が印刷とは異なるため、クマックが普及した現在でも、多くの画家は、シアン、マゼンタ、イエローの絵の具の混合によって作れない色を定する、絵の具をパレットに加える。 あるものはパレットに置く3原色に印刷業者が使う。より幅広い色の作れるシアンマゼンタイエローを置き、またあるものは色域を広げるために6つ以上の絵の具を原色として使用している。原稿混合。原色のうちシアンとマゼンタはそれぞれ青と赤とも呼ばれることがある。印刷産業では様々な色を表現するために原稿混合の原色であるシアン、マゼンタ、 イエローの三色が用いられる。シアンやマゼンタという式名が標準的に使われる以前は印刷の三原色は青緑や赤紫あるいは青や赤などとも呼ばれていた。また日本ではそれぞれアイやクレナイとも呼んだ。正確な三原色は長年の間に新たな顔料や技術の開発とともに何度も変えられている。イエローとシアンを混ぜると 緑がイエローとマゼンタを混ぜると赤がマゼンタとシアンを混ぜると青が生まれる。理論上は3色すべてを均等に混ぜると灰色になり3色に十分な高額濃度があれば黒が生まれるはずである。実際には暗色になりきれいな黒は作れない。美しい黒を印刷するためまた3原色の陰気を節約し消費量と乾燥時間を減らすため この三色に加えて黒のンキがカラー印刷に使われる。これはクマックモデルと呼ばれるものでシアン、マゼンタ、イエロー、キーの略語である。キーとは印刷する画像の細部を表現するために用いられるキープレートという版の略称で通常は黒ンキが使われる。実際には絵の具など実際の物質からできた 着色料を混ぜることはより複雑な色の反応を起こす。顔料やバインダーといった物質が有する自然科学的な性質は色の成立過程に影響する。例えば木と青の塗料やインクなどの着色剤を混ぜると黒い緑ないし黒いマゼンタができる。これは実際の絵の具の混合が理想的な原稿混合と異なることを示している。印刷の場合は 見原色の顔料は実際にはあまり混ぜられることなく網点の状態で印刷され一定のパターンで配置された各色の微小の網点を見ることにより混ぜられた色が知覚されることになる。原法混合では白色顔料を加えることで一定の効果を上げられる。剣色剤の量を減らすかに酸化チタンなど反射率の高い白色顔料を混ぜることで 着色剤の色相をあまり変えずに彩度を下げることができる。また、原稿混合の印刷は、印刷面や、紙面の色が白かまたはそれに近い場合、最も効果を発揮する。原稿混合のシステムは、RGB のカラートライアングルのように、色度図上で、色域を簡単に表す方法はなく、色域は3次元のモデルで表現する必要がある。 また二次元の色度図や三次元の色空間でクマックの色域を表現する試みは非常に多くある。実際の印刷ではクマックに加えて蛍光色などの特色インクを用いて色彩表現の幅を広げることがよく行われる。またパソコン用のカラープリンターでは以前は低価格機ではコストダウンのためにクミーのみのモデルも存在したが現在ではクマックに やはり中間色のインクを加えて色再現性を高めるのが主流となっている。NCS における6色。赤、黄、緑、青の4色に加え、全照的な色の表現のために白と黒も追加される。心理資格の研究及び反対色説、反対色家庭色説は、赤から緑家庭と黄から青家庭による軸に起因する4つのユニークな色の概念を導く。 これらの説によれば人間の視覚は水体と艦隊からの色信号を敵対的に処理する。3タイプの水体は反応する光の波長にある程度のオーバーラップを持っているため水体それぞれの反応より水体間の反応の差を記録するのが視覚システムにとってより効率的である。反対色説は赤から緑、青から黄。 黒から白の三つの反対色チャンネルがあることを示唆する。一つの反対色チャンネルの片方の色への反応は、もう一方の色への反応に対して敵対的である。このコンセプトにおいて、観察者にとってユニークに代表的と扱われる六色、赤、緑、黄、青、白、黒は心理学的原色と呼ばれるべきもので、なぜなら他のあらゆる色はこれらの組み合わせで、 説明できるためである。右にはナチュラルカラーシステムの6色を掲げたが、NCS は剣色系であり、NCS の赤、緑、青は混色系における原色とは異なる。ありがとうございます。